ということで3月はですね、大きく3つポンタポイントが最大 10% 返ってきます。 D 払いで 20% 還元っていうのが、サビカップ、こんにちは、のぶです。本日は3月のお得情報のお話しさせていただきたいと思います。ということで本日は毎月恒例になってきました沖縄県民向けの今月のお得情報になります。実は2月はですね、僕も最後の方に気づいたんですけど、結構大きなキャンペーンが実は2月の頭からやってました。それを完全に逃しておりました。本当に申し訳ありませんでした。最初にお詫びからですが、本当に申し訳ありませんでした。簡単にだけお話しさせていただくと、 D 払いで 20% 還元っていうのがスーパーのエディオン、カネヒデ、ジミー、そしてコープ沖縄さん、そちらの方で開催されて、上限1000ポイントで、まあ、購入金額でいうと5000円までですね、還元率 20% っていう結構大きなキャンペーンやってました。それに気づいたのが結構月末で、僕もドタバタと月末購入したりしましたが、その点本当に抜けてたの申し訳ありませんでした。ということで3月はできるだけ抜けがないように、昨日もいろいろ見て結局あまりなかったなっていう印象なんですけど、2022年3月のお得情報のお話しさせていただきます。ということで3月はですね、大きく3つ、そしてプラスアルファっていうぐらいのお話をさせていただきたいと思います。大きく3つ、めちゃめちゃ気持ちがワクワクするっていうようなキャンペーンまでありませんが、そちら3つまずはお話しさせていただきたいと思います。ということでまず1つ目は、先月もお話しさせていただいた内容と同じ内容になります。こちら aupay のたぬきの恩返し春ですね。こちらの方は 10% 還元になっております。2月のまとめ情報の後にスマホ決済のまとめ情報、2月にお得なスマホ決済っていう動画を上げさせていただきましたが、そちらである程度詳しくお話しさせていただいたので、詳しく知りたい方はぜひそちらの方を見ていただきたいんですけれど、ざっと概要だけお話しさせていただきます。たぬきの大恩返し春ということで、 aupay でお支払いするとポンタポイントが最大 10% 返ってきます。そして各特典で最大1000ポイント、1回あたり500ポイントですね。そして全得点3つあるんですけど、その全得点を合計すると3000ポイント返ってくるっていうキャンペーンになってます。そしてキャンペーンの期間は3月15日までです。2月1日から始まってたのが3月15日で終了しますので、3月末までは続かないキャンペーンですので、その点ご注意ください。そしてこのキャンペーンエントリーが必要になりますので忘れないようにしてください。そして3つのキャンペーンっていうのが、ちょっと小さい文字ですが、街でのお支払いで最大1000ポイント、そしてローソンのお支払いで最大1000ポイント、そしてネットでのお支払いで最大1000ポイントとなってます。これで合計3000ポイントです。この中で一番使いやすいのはやっぱり街でのお買い物だと思います。こちらに出てるように、飲食店、ドラッグストア、スーパーマーケット、ショッピングとありますが、飲食店でも aupay が使えるところは基本的に該当になっているところが多いかと思います。そしてドラッグストアもですね、右にあるサンドラッグが、沖縄でいうとダイレックスさんが該当店舗になります。そしてで、ツルハドラッグですね。ツルハドラッグと、あとツルハドラッググループには沖縄県に結構あるドラッグイレブンも入ってますので、そちらでも適用可能です。そして沖縄県で一番使いやすいなと思うのはスーパーマーケットですかね。ここに出てたかな。沖縄県でも aupay で支払いできるスーパーがですね、そしてこれの該当店舗になってるのがですね、ちょっとロゴは出てませんが、こちらの別のページのところにもロゴ出てませんが、対象店舗を探すで非常に見にくくて申し訳ないですが、マップでですね、こちら宜野湾市のコンベンションシティのとこですね。コンベンションシティがですね、このようにコンベンションシティ以外のお店もたくさん出てるんですけど、このキャンペーンってなってるところが基本的に 10% キャンペーンの対象だと思っていただいて大丈夫です。私の会社 RTC もキャンペーン該当の店舗なんですが、こちらですね、スーパーさん、三栄もこちらキャンペーンの対象になっていますので、非常に使いやすいかと思います。三栄で 10% 還元です。結構大きいかと思います。ぜひ皆さん aupay のたぬきの大恩返し利用してみてください。ということで続きましては D 払いです。 D 払いは一応2つお話しさせていただきます。1つの方が大きいんですけど、まずはこちらですね。こちらが大きくて大きなお顔が出てますが、これ五エクエーションさんですね。五エクエーションさん嬉しすぎて泣いてるんでしょうか。 D 払いで支払えば最大1000ポイントもらってくるんだよって五エクエーションさん言ってますが、沖縄限定 D 払いプラス 20% 還元、期間中 D 払いを利用して対象店舗で合計500円以上お買い物をした方が対象
対象で、こちらも最初にお詫びした内容と同じように後で気づいたんですけど、2月11日からスタートしていて3月13日で終了します。なのでこちらのキャンペーンも3月末までは続かないのでご注意ください。そして対象となっているのがちょっと小さくて見えづらいですが、こちらのパルコシティとリューボーさんです。リューボーはスーパーではなくてリューボーデパートですね。そちらの方で対象になってます。そしてこちらにですね、パルコシティの対象店舗はこちら、そしてデパートリューボーの対象店舗はこちらとありますが、基本的に専門店はかなりの確率で対象店舗になってるんですけど、パルコシティもですね、対象店舗でない店舗もそれなりにあるので、ぜひ自分が利用したい店舗がまず決まってるのであれば、まずこちらで確認してみてください。こういった形で対象店舗が本当にずらーっと並んでるんですけど、対象店舗に表示がなかったのがですね、一つが無印良品ですね。無印さんがなかった、あと気をつけていただきたいのは三栄の食品館、あと三栄の医療品とかもですね、そちらは最初にお詫びした三栄で 10% 還元に含まれてたので、残念ながらこちらの方には含まれてませんので、その点はお気をつけください。でももしかして対象外かなと思われるサンマルクカフェとか、あと確かスターバックスも対象店舗に入ってたと思いますので、そうですね、こちらに書いてます、スターバックスコーヒー、あとセカンドストリートなども対象店舗になっているので、結構使いやすいかなと思いますと言いながら、僕自身もほとんどまだ利用してないんですけど、ぜひ残り3月13日までに利用していきたいと思います。皆さんもぜひ利用してみてください。あともう一つ D 払いがですね、こちらも九州沖縄限定なんですけど、今ならホットモットがお得っていうことで、税込み300円以上のお支払いでなんと 20% 還元です。これはもうホットモットっていう限定されたところなんで、その点申し訳ないんですけど、期間は3月15日まで続いております。あと小さい文字ですが、 D 払いはいつもですが、先ほどのパルコシティデパートリューボも同じなんですけど、 D 払いの場合は支払いの方法を D カード以外のクレジットカードや D カードプリペイドに設定された場合は対象外になります。あとポイント利用分も対象外になりますので、基本的には D 払いの残高払いを利用する、または D カードで支払うっていうことが前提になりますので、その点は気をつけてください。その点気をつけてどんどん使っていきましょう。それでは今月のお話3つ目です。基本的に最後になってしまいますが、こちらの最後もちょっと物足りなくてなかなか利用しづらいなと思ってるんですけど、こちらですね、沖縄再発見キャンペーンでございます。まん延防止措置など、いわゆるマンボウですね、そちらの期間中止まっていて、マンボウが解除されてもすぐに再開しなかったんですけど、3月1日から再開されました。なんですけど、こちらに書いております、キャンペーンを段階的に再開します。3月1日から新規予約、そして3月3日から利用開始になります。そして対象期間がですね、利用開始3月3日と言ったんですけど、3月10日までになります。一応延長予定ということで、この後今の状況が悪化しなければおそらく延長されると思うんですが、ちょっと雲行き怪しい感じもしますよね。単純に人数に左右されるのがもう本当に嫌気がさしてるんですけど、この内容この動画で文句言っても仕方ないんですが、今現状では3月10日までの宿泊分になってますので、その点お気をつけください。そしてこの沖縄再発見キャンペーン、クーポンを使う分、クーポンをイオンなどで購入して、そのクーポンをホテルで使うのと、あと旅行代理店で予約するときにクーポンが適用になるっていうパターンがあったと思うんですが、そのイオンで購入するクーポンを新たに購入することはできません。新規発売は今のところやる予定はないようです。もし今クーポンを持っていて利用していない方はですね、前回と同じように普通にホテルで対象プランを予約したり、楽天とかじゃらんなど、あと僕の動画でよく出るチュラトクさんとかで対象のホテル宿泊プランを予約すると、そちらのクーポン利用することができますが、もしクーポン持ってない場合はですね、クーポンを購入することができないので、今から新規で予約しようと思うと僕自身も同じ状態なんですが、キャンペーンに参加していてクーポンをお店とかで販売していたり、予約する時点でそのクーポンの金額が適用される旅行代理店だけの予約が適用になりますので、その点お気をつけください。あとですね、臨県割でいいのかな、鹿児島県の方も適用に一時なったんですけど、今再開した段階では鹿児島県の方は残念ながら適用ではありませんので、その点はお気をつけください。あと注意点が一つですね、こちらにあるんですが、キャンペーンの利用条件が変わりました。利用条件が PCR 検査またはワクチン3回以上接種している必要があります。以前まではワクチン2回接種だったんですけど、今回はワク
クチン3回接種が必要になります。ワクチンを2回以下の方ですね、0回1回2回の方は PCR 検査が必要になりますので、その点ご注意ください。なんですけど、以前動画で挙げたことある沖縄県民向けの無料の PCR 検査ですね、そちらの方延長が続いてて3月31日まで延長になってますので、そちらの方を利用して PCR 検査を受けて陰性の結果を持っていけば沖縄再発見キャンペーン適用になりますので、そちらの方をぜひ利用してやってみてください。そしてあと旅行代理店で予約する場合ですが、こちらからですね方法などは書いてますが、基本的にはこの旅行代理店を探すっていうところをタップして、取扱い旅行代理店を探すを押すと、こういった感じで探さなくても一覧で出てきます。ザーッと出てくるので、こちらの方で予約すれば代理店ですでに販売されていれば適用可能になります。販売方法もウェブ販売でやっているところが少なくてですね、沖縄ツーリストさんはちょっと見ましょうか。沖縄ツーリストさんはこちらの商品専用ホームページに行くとですね、ザーッと説明が書いていて、下の方にですねプランが出てます。対象期間3月3日からでホテルが並んでるんですけど、例えば一番上を見るとですね、こういった形で PDF が表示されて、ホテルプラン、いわゆるホテルのチラシのビラですね、それが表示されるんですけれど、3月10日以降も金額表示されているところがあるんで、これは目安に非常になるかと思います。今のところは予約できないんですけど、3月10日以降に予約されたい方はぜひこちらで下見しておいてください。なんですけど、めんどくさいのがですね、こちらネットでは予約できなくて、こちらに電話しての予約になりますので、その点をお気をつけください。純粋にインターネットで予約できるのはこちらの HIS さんですね。インターネット上で純粋に予約することが可能です。以前もご紹介させていただきましたが、こちらの沖縄再発見キャンペーンのキャンペーンページに来ると3月3日以降の予約が可能になっております。実はですね、朝食付きのプランしか今のところなくてですね、地域クーポンが2000円分付くので、2000円でホテル内のラウンジとかでゆっくりと食事するなどの方法を取るのが一番かなと思います。地域クーポン券がお一人につき2000円付くので、そういった利用方法を考えての今回の HIS のプランかなと思いますので、ちょっと日付ないですけど、その日付内で宿泊予約などできる方はぜひ一度見てみてください。ということで、以上が沖縄再発見キャンペーンについてでした。ということで、メインの3つのお話させていただきましたが、いかがだったでしょうか。あとですね、ちょっとプラスアルファのお話させていただきますが、1つ目は全然関係ないでお得情報ではないんですけど、本部町の幼稚園、小学校、中学校の給食が無償になるそうですね。なんかこれは全県に広がってほしいなっていう希望も含めて、ちょっとこの動画でお伝えさせていただきますが、本部町でそういったことが決まりそうなようです。実際には議会で承認されてからの決定のようなんですが、なかなか子供を持っている世帯には嬉しいですよね。僕自身も嬉しいです。といっても保育園は適用じゃないのかなっていうのが、その点ちょっと疑問が残ってるんですが、幼小中のお子様がいる元部長の方は給食が無償になるというお話がありますので、ぜひご期待ください。まあ地元の方はもう知ってるかもしれませんが、ぜひ全県に広がってくれれば嬉しいかと思います。あとおまけのもう一つなんですけど、先月末ぐらいかな、ショート動画でちょっとお届けさせていただいたペイペイグルメですね。ペイペイグルメが今月ですね、ランチタイムで1000円以上のプランを予約すると300円、そしてディナーだと1500円以上の予約をすると400円のクーポンが後日なんですけどもらえるっていうキャンペーンがスタートしてます。これは後日戻ってくるので、以前の GoTo Eat の初期の時ですね、無限くら寿司とかそういった感じでくるくるそのクーポン券を回すことができないので、ちょっと沖縄 PayPay グルメ利用するところが少ないのが利用しにくいところでもありますが、ココスとか普段行かれる方ですね、ココスのホームページ見てるとですね、席だけ予約なんですけどこのクーポンが適用になりますっていう1000円以上注文してくださいっていう予約のボタンがありますので、そちら利用すれば1000円以上利用して300円返ってきますので、そういう利用方法もありなのかなと思います。ココスで1000円以上でランチというとデザート付きとかそういった形になるかと思いますが、ちょっと贅沢なランチしてみたい方はぜひペイペイグルメ利用することをお勧めします。そしてペイペイグルメ利用するときにですね、概要欄にも載せておきますが、ポイントサイトを利用すると今のところ100ポイント100円に相当する100ポイントが戻ってくるポイントサイトがたくさんあります。ぜひそちらも活用してお得に食事していきましょう。あとこちらは本当におまけなんですけど、 GoTo Eat ですね、 GoTo Eat のキャンペーン残念ながら再開しておりません。実際にはテイクアウトでは利用できるので、ずっと続いてるのは続いてるんですけど、店内飲食が再開するかなと思っていたんですが、残念ながら再開しておりません。
これはちょっといつになるのか分かりませんが、今の状況が落ち着けば再開するということになってます。利用期間は3月31日まで延長されていて、利用開始時期に伴ってその後も延長する予定だっていうふうに書かれてますので、また利用開始になりましたらツイッター、あとこちらの動画の方などでもぜひお伝えしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、以上3点プラスアルファのお話させていただきました。3月のお得情報いかがだったでしょうか。あまり大きなキャンペーンなかったと思うんですけど、個人的に使いやすいのは auPAY のたぬきの大恩返しで三栄さんで使ったり、あとは D 払いの 20% 還元ですね、そちらをパルコ C で使うっていうのが使いやすいかなと思っております。3月ってなかなか新たなキャンペーンで今後打ち出されることもなかなかないかなと思いますが、もしあったらですね、ショート動画やまた新たな動画などで発表もしていきたいと思いますので、そちらの方もフォローの方よろしくお願いいたします。あと4月以降ですね、期待できるのが各市町村になりますが、プレミアム付き商品券などもまた2022年度になるんですかね、販売されていくのかなと思います。なかなかプレミアム付き商品券の情報はですね、やっぱり市町村ごとのお話が多いので、掴むスピード感遅かったり掴み切れてないところ多々ありますが、もしよかったら皆さん知っているプレミアム付き商品券の情報、地元の情報などあればコメントやツイッターでダイレクトメールなども受け付けておりますので、ぜひそちらの方で教えていただければ非常に嬉しいです。皆さんと一緒にぜひお得生活やっていきましょう。ということで、本日は改めまして3月のお得情報、沖縄県民向けのお得情報のお話しさせていただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリーカ、バイバーイ。